えー、お疲れ様でございます。今回は投資を3つに分類して、どれが一番私たちに適しているのか、そしてあなたに適しているのか、ちょっと考えていただきたいなと思いまして、この動画にまとめております。えー、早速ですけどもね、まずは伝統的な株とか不動産という投資ありますよね。まあ不動産ってのはもうね、論外でしょ。まとまった金額を手元に 持っってていなければ不動産事業ってのは参入すすることすらで,きないんで,すよでもだからこそ既得権益化して不動産の投資ってのは一部の人が延々と儲かり続けるまあそんな世界になってるのかなと思いますいつかはね不動産を1個2個10個20個と売買できるぐらいの大富豪になりたいと思いますけどもそこまでお金を持ったら私は投資などせずにね 自分の残りの人生のためにだけ使っていきたいなっていう、まあ、そんな安全志向もありますねはい不動産と並んで有名なのがやっぱり株式投資です、ね、今回は株式投資の方にフォーカスしてお話したいんですけども必要な資金ってね大体100万円以上いるんですよ株の世界に参加するだけで不動産ほどじゃないけどもまとまった金額が最初から必要なんですよねもちろん数万円とか数十万でもできなくはないんですけども 数万とか数十万で株買ってもね、利益というほどの利益は見込めないんですよ。ただリスクが、まあ低めであってね、パーになるってことは倒産するみたいなことがない限りはないんですよね。ただ気をつけてほしいのはこれからね、好調な会社とか信用されている会社であっても、その株を持っていいのかどうかっていうのは、後継者がいないから事業が終わっていくとかね、そういったこともありますし、 だんだんと創業者とかそこで働いてる社員さんのモチベーションが落ちていって株価が減退していってねでまあもうこの会社もそろそろいいかって感じで事業を終わっていく会社も考えられるんですよもしくはそんなに価値の高くない会社との M&A に応じて株価を落とすみたいなこともあり得るわけですよねだからちょっと株に関しては私はねちょっとあんまりいい時期に入ったとは言えないのかなと思います これからどちらかというと株っていうのは、うん、下がっていく株の方が多いんじゃないかなと思いますねそれは事業の衰退のこの30年を見てきても明らかだと思うんですよ30年前は世界の有料企業トップ10にほとんど日本の会社7社ぐらい入ってましたでも今はトップ100にトヨタが1社いるぐらいなんですよ39位ぐらいでしたっけねだから日本の株式会社の勢いはこうやって世界的に落ちていって 国内でも競争がどんどん、ね、なくなっていって弱体化していくのかなと思うときに今株を買うことって高値掴みに入る可能性が私は非常に高いと思うんですよね。うん、でそれに対して株の年間利益ってだいたい1%とか3%が主でガッポガッポもうかんないんですよ10%以上の利回りを出す株ってほとんどないでしょ、うん、だから可能性は低いのかなと思います。 となると株で一定の資産を作ろうと思ったら30年とか50年かかっちゃうんで今すでにね40代とか50代の人に株で投資をするっていうのは結局資金が塩漬けになるだけでね決済したところでね数十年後に大した金額にはなってないと思いますでその長期投資の時間の中で個別銘柄の倒産のリスクっていうのは常にあります 例えばこの会社の株を買いました途中までは上がったり下がったりしたんだけども株会社が倒産しましたっつったらゼロですからねそのゼロになるリスクが常にあるのが株式投資なんですよでそういうのを避けるために NISA みたいなのが出てきましたけども NISA こそね30年型の投資なんですよ非課税枠が魅力なんですけどもただその非課税枠でなんとかなる頃の利益ではないですよね私たちが狙うのはねうーん まあ確かに、硬くやるなら NISA なんですけども、それはすでにね、お金がたくさんあって豊かな人が、新しい投資先として NISA を選ぶ、そのぐらいのもんじゃないかなと思います。NISA が唯一の投資先っていう形になっちゃうと、これは NISA をお勧めできないのかなと思いますよね。そして最後、株なんですけども、選んで買うだけでしょ、詐欺を発生しないんですよ。だからあとは、風任せ、運任せなんですよねそれがが株の私がね。 あんんんまり好きじゃななないとこでですよ、うん、まかせなんですよよせ本当に運任せ買った時に選ぶだけ買った後は何にも見ない知らない分からないでしょ、うん、次暗号通貨です暗号通貨は作業がほとんど発生しないっていうのでは株と同じですでリスクっていうのは購入と売却のちょっとややこしさですよねアカウント作ったりとか送金手続きしたりしかもその送金がすぐに反映されるんじゃなくてタイムラグがあったりとかね タイムラグの間に相場が落ちたり上がったりもありますんで、うん、確定したリスクとかメリットっていうのを予見するのが難しいですね。で、あとね、銘柄ごとの評価が困難です。株に比べると圧倒的に困難です。で、中には、見通しはホワイトペーパーに書いてあるけども、いつになっても達成されないみたいなこともありますからね。そう考えていくと、暗号通貨って株以上に難しいと思いますんで、私はやらない方がいいと思います。 見て楽しむ程度がいいと思いますし暗号通貨の情報発信するのにとどめておいた方がいいと思いますね私ももちろんそうしてますで小学でも始められるっていう魅力はあるんですけども最終的な利幅が期待できないんですよね課税の問題とかがあってだから私はね暗号通貨に夢をかけるっていうのは2015年とかまでで終わってたんじゃないかなと思います はい。それで、ポジショントークになりますけども、やっぱり私はね、FX を進めたいなと思いますよ。その魅力の一つは、少額で始められますし、まあ、なんだったら最初はデモトレードでもいいわけですよ。で、今までの投資になかった、10万円が1ヶ月で11万とか12万ってのを狙えるんですよ。しかもこれをコンスタントに狙えるんですよ。毎月毎月10万を12万にする。これもできます。うん。技術次第なんですよ。で、 テクニカルの技術が身につ,くつまり作業のレベルが上がっていけば利益をコンスタントに自分の思った通りに取ることができるんですよでここがもう FX 投資の分かれ目ですこれだけですねいつ FX に参加するか関係ないです売りと買いしかないんで作業も簡単ですで FX は金融庁が認める日本国内の業者さんを使えば一定の安全は担保されてますのでそれによってね 大崩れすることありませんからリスクが限定的なんですよで年年ととか20年で時間も必要としませんやっぱりね毎月毎月一定の利益が欲しいなと思ったらそれを狙ってその利益を取り出すってことができるのは今回紹介した3つの投資の中の FX に限ると思いますね基本的にその日勝負なんですよ今日お金を入金してそれでやり取りをしてで決済して終わりみたいなね 一日ごとですから、大きな不安を抱えることもありませんし、心理的な負担もありません。で、技術が自分の勝敗を決めるってことはね、運の要素を排除できるんですよ。だから偶然性に頼るようなギャンブルからは、どん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 離れることができるんですよ。ただし、テクニカルの技術がなかなか身につかない人とか、そもそもテクニカルの技術が苦手な人とかは、やっぱり運に頼らざるを得ないんで、 fx にはまあ向かないかなもしくはギャンブル的な fx になっちゃうのかなと思いますね、うん、何でもそうですよね技術を身につければ儲かったり脚光を浴びたりする、まあ、そんなスキル任せの仕事って多いと思うんですよでも fx は本当ねスキル任せなんですよスキルを上げていくことができる人は儲かるしスキルが上がらない人は利益も取れない逆に損失になっちゃうんですよねでそういう意味で言うと あの、格闘技のリングに上がるのとよく似てます。リングに上がると、どのぐらい自分の精神力とか、スピードとかね、パンチの力とかを鍛えていたのが、すべて本人に任されてるわけでしょ。どれだけ技術を高めていっても、相手がそれ以上の技術を持っていたら負けるわけですよ。で、ゼロサムゲームです。格闘技もゼロサムゲーム。誰かが勝つということは誰かが負けるんですよ。で、ここには、 両方とも勝ったみたいな、両方とも負けたっていうのはないんですよね。FX も同じで、ゼロサムゲームですから、全員が勝ったっていうのは当然ないです。全員が負けたってこともないんですよ。だから勝てるんですよ。全員が負けることがないから勝てるんですよ。格闘技も同じでしょ。やり方によっては、2人とも負けたっていうのがないから、勝てるわけでしょ。だからネガティブな人は、ゼロサムゲームだから稼げないとか言うんですよ。じゃあ、 格闘技もゼロサムムゲーム引いて言えば世の中は全部ゼロサムゲームですよ恋愛だって誰かが誰かと付き合えばその人は基本的に狙えなくなるわけですからゼロサムゲームでしょだからゼロサムゲームっていう言葉の解釈もこの投資とか FX とか世の中を生きる上ですごくね明暗を分けるなと思います間違った解釈をすると間違った回答にたどり着くと思うんですけどもね はい。じゃあ今回は以上でございます。特にね、FX をやりましょうって進めるもんではありませんけども、単純にこの3つを比較して考えてみたっていうお話でございました。